頑張ります。ここはベータにお任せあれ。逃がさない。行かない。なんだ、素晴らしいのです。さあ、行きますよ。ここからが勝負。負けませんよ。少し面倒になってきた。行くわよ。ここまで来ます。終わりです。弱いや、こんなものじゃだけなので私が倒します。ここ、相手にならない。デルタの一撃、攻撃します。行くわよ。まだまだ針の時間は終わらないのです。なんだ、詳しいのであればあなたを助けられます。ありがとうなのです。シュシュシュー。私、こんなものじゃないの。か弱い女の子を任そうとする悪い奴にはお仕置きが必要ですね。いい結果が出ました。この調子で頑張らなきゃですね。まずは力を示すことよ。難しいことじゃないでしょう。よし、ここはベータにお任せあれ。デルタ、私、こんなものじゃないの。少し面倒になってきた。デルタを倒そうなんて生意気なのです。次の獲物、弱すぎて逃がしません。もう終わりです。少し面倒になってきた。えい、シュシュシュ。デルタを倒そうなんて生意気なのです。こんなものじゃない。デルタの爪、よく切れるのです。まだ先があるみたいな。私、こんなものじゃないの。デルタの一撃、攻撃します。相手にならない。私が倒します。ここ、か弱い女の子を任そうとする悪い奴にはお仕置きが必要ですね。ちょっとだけ人の力があればあなたを助けられます。ありがとうございます。あなたはどこまで持つかしら。あまり意地を張るべきじゃないわよ。シュ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 。少し面倒になってきた。終わらないのです。デルタを操って呼べません。なら余裕なのです。これからお昼寝の時間。始まったみたいね。
そろそろ私も動こうかしら。どうでしょうか。そうですね、まず紅頭巾のプロットなんですが、この騙されておばあさんのことをワインと干し肉として食べてしまうシーンとか、あとここの着ている服を一枚一枚脱ぐシーンとか、さすがにちょっと過激すぎるので削除した方がいいかもしれません。そんな大事なところじゃないですか。そもそもシャドウ様の聞かせてくださった物語、一言一句全て省略なんてしたくないんですけど。私も個人的にはそう思っているんですが、新聞を読んでいる読者層がこれを読んだらちょっとびっくりしちゃうんじゃないかと思います。そうでなくても新聞上における過激な描写は王国からも正教からも目をつけられやすいですし、長年今の中立的状況を保っている新聞界としては、外部から小突かれるような隙を見せることは避けたいんです。あともう一つのプロット、こちらのスパイダーマンイーターのプロットなんですが、この主人公の乗り込む機械仕掛けの巨人の存在があまりに荒唐無稽でむちゃくちゃすぎる気がしますね。巨人が剣を投げたら相手が必ず死ぬのもなんだかちょっと強すぎな気がします。なあ、現実には実力者は即座に敵を葬るもの、そうまさしくシャドウ様のように、この編集者人生経験が足りなすぎるんじゃないですか。そもそも巨人に乗り込まなくても主人公の能力だけで十分魅力的だと思いますし、他にも例えば身近な人、例えばおじさんとかが自分のミスで死んだりして力には責任が伴うことを自覚するような要素を入れるとか。もういいです。夏目さん、ここで怒りに任せてこの状況を自ら台無しにしてしまったら、書き直してきます。ありがとうございます。慣れない作業で大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。おのれー、あの編集者、私が売れっ子作家だったらあんなの即クビですよ。クビ各種、わめいたところでプロットが埋まるわけじゃない。だけどシャドウ様から聞かせていただいた影の英知たる物語、一言一句たりとも削りたくなんてない。でもプロットを通さないと新聞界に作家として潜り込めない。ああ、目的と手段が自分の中でもごっちゃになって何もかもわからなくなってます。無意味な徹夜に無意味な考察、このままでは頭も精神も体も持ちません。せめて明日くらいは何も考えずに休みを。あ、来週からのシャドウ様担当私じゃないですか。急いで準備しなくちゃ。ベータ、なんか心ここにあらずって感じ。いえ、その何でもないです。別に何かを尋ねたわけじゃないのに何でもない、これって何でもあったりしますって自分で言ってるようなものじゃないかな。シャドウ様、申し訳ございません。その私今仕事の締め切りを抱えていて。
仕事の締め切り？ああ、アルファが何か難しいことを頼んだりしてるのかな。ええ、まあ、でも全然上手にできなくて。妥協したり、飲み込めば済むことも多いのに、それも全然できなくて。ベータとしてはやり遂げたいんだ。それも自分でわからなくなってます。まあベータの問題だし、僕がどうこう言うことでもないんだけど、僕だったらどうするにしてもとにかく悔いは残さないかな。シャドウ様。続ける、やめるにしても、終わらせる、終わらせないにしても、自分の意思で自分の手で選んで決断することが肝要だ。大事な決断を決して他者に流されるまま行うことなく、誤りや失敗につながったとしても自分の生き方を貫き続ける。すなわち我が物語の主人公はこの我自身ということだと、まあこれを言ってみたかっただけだったりするんだな。自分の物語の主人公は自分自身。シャドウ様の教えてくださった影の英知、それは私の物語は私が主人公だということ。私はベータはシャドウ様のお役に立ちたい。そしてそのシャドウ様の物語を余すところなく書き綴っていきたい。作家になりたいと思うのはきっとこの溢れる思いのため。私という物語の主人公の私はシャドウ様という彼が主人公の彼の物語をずっとおそばで記し続けていきたい。これは創作意欲が湧き上がってきた。拝見させていただきました。夏目先生、これは素晴らしいプロットです。パッと見は冴えない、周りから期待されていないが特に絶望視もされていない、ただただ平凡な貴族の少年だが、そんな彼は本当は凄まじい実力を秘めた魔剣士で、特に終盤、部下の女の子たちと一緒にお姉さんを助けに行って秘めたる実力を解放、盗賊団を一方的に蹂躙して倒すシーンは圧倒的なカタルシスを構築していて見事です。この物語はこのラストで部下の女の子たちがさらなる目的のために旅立つシーンで終わりなんですか？ここから先の主人公たちの活躍を編集としてはもちろん一読者としても知りたいくらいなんですが。続きはまだありません。彼と彼女たちの物語は私夏目の物語と同じように始まったばかりなので。まずは力を示すことよ。難しいことじゃないでしょう。
し面倒になってきた。負けませんよ。デルタを表すキング。次の獲物。少し面倒になってきた。負けませんよ。シュシュシュッ。いよいよオーズベルトの爪。こんなものじゃないの。まだまだ狩りの時間は終わらないのです。負けませんよ。覚悟しなさい。相手にならない。デルタの一撃、私が倒します。攻撃します。ありがとうございます。手を構えているのです。あなたはどこまで持つかしら。あまり意地を張るべきじゃないわよ。さすがですね、ベータ。シャドウ様にみっともないところは見せられないもの。戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。頑張ります。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。デルタの爪出しません。このままじゃないの。逃がさない。負けませんよ。デルタを倒す。シュシュシュピャ。私ここからが勝負です。急ぎましょうか。もう終わりです。ここからが勝負です。ものじゃないの。ここ攻撃します。負けませんよ。少し面倒になってきた。まだまだ狩りの時間は終わらないのです。デルタの爪、よく逃げるのです。逃がしません。勝負はまだ終わっていません。私こんなものじゃないの。あなたはどこまで持つかしら。あまり意地を張るべきじゃないわよ。負けませんよ。か弱い女の子に向かそうとする悪い奴にはお仕置きが必要ですね。覚悟しなさい。シュ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 。力があればあなたを助けられます。ありがとうなのです。ゴー行くわよ。シュシュシュッピャ。この程度のこと造作もありまっピャ。戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。よし。
こはベータにお任せあれ。もう終わりだし、こんなものじゃないの。それ少し面倒になった。成長しているのは私だけじゃないってことね。デルタが一撃。ここ攻撃します。デルタの爪、よく切れるのです。負けません。アーティファクトの力があればあなたを助けられます。感謝です。行くわよ。いよいよ大詰めです。もう終わりです。こんなものじゃないの。弱いやつは死ぬだけなのです。デルタが一撃。相手にならない。攻撃します。ありがとう。なんだ、弱っちいのです。戦おうとする悪い奴にはお仕置きが必要ですね。少し面倒に覚悟しなさい。シュ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 。あなたはどこまで持つかしら。あまり意地を張るべきじゃないわよ。いい結果が出ました。この調子で頑張らなきゃですね。情報を聞き出す必要がありそうね。手加減しなきゃダメよ。本当にこの辺に秘密の入り口があるの？そもそもその読み日新聞会の情報信用できるの？イプシロン、なんだか最近私への当たりがトゲトゲしくありません？そんなことはないわ。気のせいよ。ならいいんですけど。新聞会の情報は信用に値しますし、参照もすべきです。というのも、ここ聖地リンドブルムは女神ベアトリクスを崇める聖教の聖地としてはもちろんのこと、豊富な水源を最大限に活用する貯水ダムが建設されてからはミドガルオートに次ぐ一大都市としても発展してきた場所です。その発展の過程において聖地の上下水道は整備され、幾重もの水路が町中に通るようになっていき、結果それに付随して余人には把握しきれないほどに大小さまざまな地下施設の数も加速度的に増えていきました。で、その幾多もの施設の中から確実に当たりを、ディアボロス教団のアジトを見つけ出すとなると、しらみつぶしに探すのはあまりに非効率的ですから。確かに理屈としてはわかるわよ。だけど新聞会が教団とつながっている可能性だってゼロじゃないでしょ。それを言ってしまうと、さまざまな団体が大なり小なりそもそも教団の影響下にあるとも言えてしまいますよね。ディアボロス教団が歴史の陰で今この時もさまざまな影響を各所に及ぼし続けている以上は、それはもうベータの言う通りね。
ですが、影響下にありながらも距離を取ったりうまく付き合っていたりと、各社の姿勢も千差万別です。そして読売新聞会も教団の情報をつかむことはあれど、記事として表に出すことは運営上においては皆無でしたが。まさか教団の情報そのものは残していたというの？資料室は即抹消されてもおかしくない情報の宝庫でした。教団の人間にバレようものならただでは済まないというのに。もちろん内部の人間でも簡単には見られないように厳重管理されてましたけど、この辺は造作もなかったです。資金的に可能であればすぐにでもガンマに新聞会の買収をさせたいほどですよ。ありました、これですね。この街灯の支柱を右にずらして下に引くと、これはディアボロス教団の秘密施設の入り口がということです。見張りに出ているゼータに合流の合図を。早速調査と殲滅を開始しましょう。わかったわ。お前らどこから。うわ、見張りもたるんでいるわね。外からは見えない空間をずっと見張り続ける、よほどの人間でなければ気持ちも緩むというものです。待って、この埃の中を何かが突き切ってる跡、車輪の轍だ。この先は階段じゃなくて下り坂になってるみたいだね。まさか悪魔月がここに運び込まれてるとか。都市内に悪魔月を回収する拠点を置くというのはかなり大胆ですけど、利便性の観点からは十分にありえます。もしかしたら悪魔月を救出できるかもしれません。イプシロンに来てもらって正解でしたね。まあ備えあれば嬉しいなって言うじゃない。私がいれば解除だってスムーズにできるし。憂いなしでしょ。ここは二手に分かれましょう。イプシロンとゼータはこの轍の跡をたどってください。悪魔月を発見した場合はその保護と可能であれば解除をお願いします。私はこのアジト自体の調査を行いつつ、教団員を発見次第その数を減らしていきます。了解。分かったけど、ベータ一人で大丈夫なの？ええ、もちろん。それでは作戦開始。大丈夫よ。あなたに頼むのは戦うことや探ることとは異なる仕事だから。アルファ様はこう言ったけど、私の物語では私だって戦うんです。初めて剣を手にした頃は相手を殺すことが怖くて、いつでも怯えて震えてばかりの私だった。だけどもうあの頃の私じゃない。私は私の物語の未来を私自身の手でも切り開く。侵入者だと？遅いです。悟られず一方的に倒す。そう、影に潜み獲物を狩るように。めぼしい情報や記録はこちらの区画にはなさそうですね。イプシロンとゼータの方で何か回収できていればいいのですが。
教の騎士にしては異様な被り物。この聖騎士、いや、そもそも本当に見た目通りの騎士なの？構えに迷いがまるでない。高度な戦闘訓練、それもかなり強度なものを受けている。最低限の魔力操作だけで巧みに受け流された。魔力の扱い方が教団の兵士とは決定的に違う。そこらの魔剣士とも違って展開と放出に無駄がない。少しでもコントロールが乱れれば魔力を帯びた攻撃に対して防御は紙のように薄っぺらくなってしまうというのに。攻撃も体の急所を的確に狙ってきている。まるで暗殺者のようですが。こいつ何者なんです？始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。